持ってる方は40ページの陶磁と大志,大志向でいいんですかこれ読み方公募大志の大志ですね大志向ですねお願いします天皇様今日も短い時間ですけどしは導いてくださいイエス様よっとにしますアメンちょっと今日はねこれで読みますね聞いてくださいね桜井博士のことでまたこのカールトンケニーが引用しています日本で生きるクリスマスの祝いわ人気があるのは古来からの陶磁の神話と関係があるのだと桜、まあ、井 博士が言ってるとねその文章ですねキリストへの信仰を持たずに持ってないのに日本人はなぜ本来のキリスト教の祭りに熱狂的なのだろうと、まあ、今は昔ほどじゃないけどなってたとでこれは一般のヨーロッパスタイルを取り入れたいということだけで説明するのは難しいと単にヨーロッパの真似をしたいからってそういう説明では難しいぐらい、まあ、熱狂的であったりしてるとしかしもし昔から日本に存在している当時の習慣を思い越してみるならそのような疑問はもっと簡単に解けると。 実はもともと日本にそういうなんかクリスマスを祝うようなそういう風潮があってそれに乗っかったんだと考えたら簡単に解けるということですねクリスマスの祭りさえももともと当時の時の人々の祝い事が発展したものであるとある学者たちによって解釈されている日本にも当時を特徴づける伝統的儀式を守る習慣があるそしてこの習慣が日本でクリスマスの祝いをすることの根源の一つともあるとだから クリスマスの時期に日本で冬至がちょうど当時だからそれをお祝いするお祝い事があったと。それにクリスマスが乗っかっていったんだってことですね。わかりますよね,ね。で、当時はもちろん一年中で太陽の昇っているのは一番短い。太陽が一番短くなる、ね。それは太陽の光線が一番短く、世間一般に安淡たる区気が広く行き渡る。先祖たちにとっては世の終わりの伝承とも見えたに違いない。 そして人々はこの暗闇を追いやり人間にとって輝かしい将来を持つ世界新世界を呼び起こしたい願いを持ったに違いないこの気持ちが当時という正月の祝い事の中に表れている当時は年の始まりであり他の言葉で言えば春が再びやってくる時点ということだ自然界におけるこの見方は中国において根源を発したそして日本でも一旦これが受け継がれ宮殿でこの日の祝いの儀式が行われた中国風の当時の祝いとは全くかけ離れて日本で昔から 大志向としてよく知られている儀式がありそれは退院歴の月のかける最後の段階になる11番目の月の23日目となっているそうですねそれに受け継がれたわけですね,ねこの日は大志、ね、という神の子がそれぞれの村を回り新しい命を授け村が新しい春に向かい従事できることに感謝を示すと信じられていた大志が実際に 村に来たことの証明として雪の上に足跡が見られると言われている、ね、大使の元の意味は偉大な子という意味だそうですね神々の子で特に後に秘伝仏教のそれは同じ意味で一つの字が他の字になるが大使は日本でその宗教の創立者となった弘法大使を指していると解釈されている大使と言った弘法大使日本ではね桜井博士はこの大使の説明は非常に興味深いと桜井さんこの大使の教ではね特にこのところで大使の母については何も触れてない、ね、大使がこうね 母については書いてない大使の誕生日が閉じてあることも触れてないだが1年の中でこの時期に母と子の思想が現れるのは重要なことですそれはキリスト教より何百年も前にあった他の人類の救い主である有名な神の子伝説と一致してますこの時期にどういうわけか、えっと、母と子の伝説があってしかも、あのーね、この時期にあるこのそのことですね時間がもうないですけれどももうちょっと書きますよカトリック教会の語尾ってとこで 私は現代のカトリック教会で私たちが何を見つけるかは驚きだと思います。そこには彼の名高い女神と彼女の息子にあまりにも類似しているものがあります。ですから、キリスト教と関係ないな名高い女神とその彼女の息子とて言わがったけそれにそっくりなものがあるもしカトリック教会がイエス・キリストの神聖、神の御子であることを教えていないというなら不公平ではありません。ちゃんと教えていると。コンンススタンティヌスが年に ニースで主教たちを呼び合ってみたとき、それはキリストに関する重大な異端を取り扱うためでした。宗教会があったわけですね。アリウスがキリストは創造されたもので、真の意味での神ではないと教えたとこれ。これは異端ですよ。キリストは創造主なんだけど、三密体の神なんだけど、非動物だと教えたと。それに対して、ねあった、その異端の教えは、イエス・キリストの神聖さについての明確な声明によって、健全に処理されたと。でそうじゃない。しかしか同議会で キリスト教会エジプト支部は諸女マリアを高く上げる強い運動を起こしたんですね彼らは三密体は父、御父、諸女マリア、メシアである彼らの巫子だと言いました残念ながら議会はその問題について明確な答えを出しませんでした現代に至るまでこの語尾はカトリ教会の中で固執されていますマリアは未だ彼女が創造されたものである以上に高く上げられて彼女,の神の地位を彼女は神の地位を与えられていると父子精霊なのに エジプト支部は父マリア聖霊と言ったあイエス様と言ったんですねであの父ご聖霊になったんだけどもその父マリア聖霊ってことイエスってことに対してはきちんと間違いだとは断言されなかったでその、えー、マリアのことを高く上げる、ね、神と同じ地位にあげるっていうのはいまだにあるんですね,ねマリアを高く上げる暗示イエスの母についてこのように語ることは難しいことですなぜならこの語尾は彼女のせいではないのですから その上、彼女は神の計画における彼女の役割を果たしたことで栄誉の位置を与えられています。聖書の本当のマリアは素晴らしいんです。そういう意味で栄誉の位置を与えている。しかし、明らかにそれとは異なるそれ以上に、ねまあ、マリアについはいい迷惑ですよね、本物マリアはね。残念なことには今日彼女に与えられている栄誉はふさわしいもの以上に過度です。これが起きた一つの理由に注意しましょう。彼女は普通、イエスの母として生まれています。マリアが生まれたときね。 彼が大人の時のではなく、エス様が大人の時の姿ではなく、ア子ゴの時です。言い換えればイエスがマリアに依存している事実が大きく強調されているのです。この人間的な思想について私たちは多くのことが言えますが、シエスの生涯の中から一つだけ例を取ってみましょう。これで今日はありますね。ある日、イエスが教えておられる時、一人の女が声を張り上げて言いました。あなたを産んだ腹、あなたは釣った乳房さは幸いです。イエスがそれを聞かれたら、一瞬、 彼の幼い頃のことを思い出すと期待するでしょう。感傷的な気分で感謝とともに、彼は多分母のために一言言述べると。多分もし彼女がただ、イエス様、あなたのお母さんは何としくされているでしょうと単に言ったのなら、彼は賛成されたでしょう。しかし、彼女の言い方はただマリアを一人の人として私たちに指したのではありませんでした。それイエスが無力な時期に彼の世話をしているマリアの役割にしようと言われていたのです。 この女が言ってることに巧みにずるい暗示がありましたこの巧みなずるさを問題の核として今考えているのですあなたは私あなたが産んだ腹あなたは捨てたちむさは幸いですって言ったのはイエスが赤ちゃんの時子供の時母に寄り頼まなきゃいけない時にスポットを当てて言ったわけですよねりますそしてそれに対してね毎年クリスマスに神の御子をマリアに依存する役割に据えることでマリアを高くあげているのです 私は主が最初に来られた時のことをただ思い越している人のことを言っているのではありません私は神の御子を無力な箱にして彼の偉大さを軽くしている宗教的行事のことを言っているのですこの問題の核心である暴動的たくらみのことを気にしているのですマリアをだからエスサマを赤ちゃんにすることによってマリアに損していることにしてエスサマを弱くしてきっかけ的にはマリアを大きくしてしまうわけですねわかりますでそうなるわけですねでこれが怖いんですよね 日本はねすごくねそれが母,あの母親っていうか母性っていうのをすごく強調する動画があるからこれはねすごくあるんですよねまあ時間が空きましたから今日はそこまでねちょっとこれは難しい文章なんでねすいませんねわかりやすくしないといけないんですけどそれで次は反キリストの原型のところであの大事なところですけどそこに入っていきますのでよろしくお願いします。はい それでは今日ここまでにしておきます。天皇と様、学びの時を感謝します。エス様にあっております。アメン。この後、原子学校です。よろしくお願いします。